未来は今の積み重ねだ。未来へのワンミニット。奄美民謡島唄の歌者久田博則。子守歌だったりとか、なんか小さい時から本当に聞かされていて、身近にあるような。奄美で生まれ10歳で島唄を始めると、その4年後奄美ナンバーワンの少年歌者となった。しかし高校卒業後福岡に来た彼は、奄美では浜辺で歌いに行ったりとか、歌っていいところが分からなかったで歌う場所がない。そんな彼を救ったのは福岡市内にある奄美料理のお店。奄美民謡や三味線に興味を持つ人々が集まるようになった。島唄っていうのはこう人と人をつなげるっていう、すごく素晴らしい文化 なのかなって。久田博則、今の彼が全てをかけるワンミニット。最高な気分です。久田の未来、楽しみながら、なんか奄美の民謡のことを知っていただけたらいいな、少しでもですね。その1分瞬間が未来を作る、西日本フィナンシャルホールディングス。